元寺新熊1月27日から1947年10月25日は、日本の裁判官、官僚、刑法学者、天見大島出身。元寺統制の長男。後に、東京天見会の初代会長を務めている。1896年、鹿児島高等中学増資館予科卒業。1898年、 第五高等学校大学予科第一部を卒業。東京帝国大学卒業後、司法省に入り、1915年大市議院判事、1936年検事総長、1938年大市議院長となる。退官後、数密顧問官、その間、刑法学者として接中的客観主義の立場から、 刑事司法の解釈、実務論を展開、元次刑法と称された。東京帝大教授であった、牧野栄一と並ぶ戦前を代表する、刑法学者である。いわゆる、方法の錯誤について、法定的不合説を取った、大正6年大四人連合部判決に関与した。旧刑法には、方法の錯誤の場合に、故意犯の成立を認める、誤差症罪があったが、 現行刑法では、それが削除された。その立案関係者が関与した、前年の大審院判決は、具体的不合説を判事していたところ、判例変更したものである。以降、最高裁も、法定的不合説をとり、現在も、判例の立場となっている。ありがとうございます。